その建設について、それから、申し上げますように、よく要望いたします。で、要望事項としては、加茂地区の風力発電計画は中止させていただきます。で、その理由の一つとして、まあ、ご存知の通り、ご存知の通り、計画されている地域は、2008年10月にラムサール条約に指定された地域に隣接しております。で、まあ、高田と山とか三代川湿地を含めて、約200種強の野鳥が観察されて、確認されております。まあ、秋には琥珀蝶、マガモを中心とした冬鳥の飛来地です。特にこういう野鳥が猛禽類ですと海岸線にこう直に直角にこう入ってくるんですけども、こういうパークとかのマガモは沿岸にこう沿って入ってくる、まあ、そういうふうなこともありまして、いわゆるそのバードストライクの原因にもなります。まあ、そんなことで、まあ、中止をさせていただきたい。それから2つ目としては、荒波を越えた男たちの夢が紡いだ日空間、日空間、北前船飛行地選手集団、そして2019年に鶴岡市のこの地区が追加認定された場所とお聞きしています。で、この認定にあたってはですね、当時の鶴岡市はすでに2017年に酒田市が指定されておりますけれども、酒田市と同等の貴重な地域であることを強調して追加認定に至ったものと推定しています。で、まあ、ということで、自他ともに大切にしなければならない。鶴岡市のガイドラインでも、日本遺産や風力発電施設は設置次第というレア産業ですね、としています。そんなことからも、この加茂地区は日本遺産になっておりますので、中止させていただきます。今のガイドラインの点についてちょっと市民部長を説明してもらっていいですか。はい、この点だけです。市民部長の伊藤と申します。本市ガイドラインはご承知の通り、再生可能エネルギーの円滑な推進を図るために、地域住民の合意を得ながら丁寧に進めていただくように求めるガイドラインでございますけれども、今の、ところにつきましては全文載っているんですけれども、日本遺産のレバ三山、そして、それから金剛山も載ってますけれども、で明記されているのはその2箇所でございまして、でその他につきましても十分なこう配慮をしながら、というような趣旨のものでございます。でしたがって、まあ、今回もラムサールの近くということで、我々もいろいろ心配する点、野鳥等への影響等心配がございますけれども、その点については十分と配慮しながら、また調査を進めていく中で、その内容を、結果を十分精査する必要があるかなというふうに考えているところでございましたので、その点だけちょっと伺えないように、その辺を理解しております。よろしくお願いします。ガイドラインにはレア三山地域で等とはありませんけれども、ただ加茂も日本遺産になっているわけで、まあ打ち明けた話、このガイドラインの素案を検討する時点で加茂地域も入っていましたね。そういうことも含めて、まとめられたガイドラインには加茂地区は除いてますけれども、素案には入っています。まあ、そういうことで同じような価値がある、場所があるということをからこういうふうなことで、要望するのが一つにさせていただきます。それから3つ目として、高立山から荒倉山、それから由良に至る低山の山をつなぐ、通称将来日本海アルプスというふうな、そんな呼び名をしている方々もいらっしゃるんですけども、
こはすごく低山の山歩きに広く利用されているところで、多くの山野草を自生して、地下植物なんかに使って自然度の高い、場所でもあるで、市民が手軽に、登れる、訪れることもできる花の山として最近脚光を浴びています。庄内交通のお山散歩なんていうのも募集をしてですね、観光地、半分観光地のような形で利用されている。そんな場所でもありますし、そういう市民の利用は制限、この風力発電が建設されることによって、市民の利用が制限される可能性もありますし、自然の深いにつながる可能性もありますので、そういうことからも、承知をしていただきたい理由の一つに。それから4つ目として計画されている地域は、住宅地と隣接し鶴岡市の風力発電所建設に関するガイドラインの住宅地から600メートル以上離れているという表示です。ただこれについては私の方ではポイントはそのどこに建てるかどこまでは確認はしていませんので、示された内容からおおよそ推定しているだけになりますけれども、600メートル以上離れているところに停止します。で、ご存知の通り、低周波の問題があって、でこの低周波の問題は、その家族の中でも、いわゆる障害を被る方と被らない方で、すごく個人差があるんですけれども、そういう少数派に属する方々が低周波の影響を訴えても、少数派であるがゆえに相手にされないと、そういうふうなことになってまして、すごく大変苦労しているで、皆さんここにバッジをつけてますけども、これは SDGs のバッジですね。で SDGs の本来の推進は、一人も取り残さない。こういうのが一つの目標になっている。そういう意味で、大きなエネルギーの供給のための風力発電ではあっても、そういう天候の被害を受けるような方々を取り残すような、そういうことがあってはならないんじゃないか。そういうことからも、反対を言いつけて、以上です。じゃあ私から、ね、今では三段自然を守る会の、佐久間理事長さん、また鶴岡自然調査会の水野さんにお呼びいただきまして、鶴岡市加茂地区の風力線計画について要望を再生可能エネルギーの推進にあたっては、当然、佐久間理事長さんが話しました、自然環境や、SDGs の推進ということも、取り組んでおりますので、そうしたことと、十分調和を図ってですね、9月末までに、この要望事項に対する、返事をということで、要望を頂戴しておりますので、これからの9月定例会でも、市議会の議員の皆様からご質問を頂戴しておりますが、そういった場、あるいはこの要望に対する回答ということで、内容をしっかり検討させていただきまして、その際ですね、回答をさせていただきたいと思いますが、今少しだけですね、少しお時間があるようですので、ちょっとだけコメントさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。風力発電に関連しまして、
山形県におきまして、平成24年の3月に公表した、山形県再生可能エネルギー活用可能性調査報告書というのがあります。これについては基本的にしっかり、この中で、貨物区近郊を、候補地というふうにしておりますけれども、この計画地の近郊に、ラムサール条約登録湿地があり、望ましくないと中期を付していくということがございます。本市といたしましては、鳥類と自然環境への影響などについてですね、この、県の注意書きの部分などに含めてですね、しっかり検討が必要な事項だというふうに考えております。また現在、鶴岡市における風力発電施設の設置等にかかる、バイドラインに基づきまして、これは風評調査等の実施に向けた周辺地域の同意を得るための、説明会が、開催されているというふうに、承知をして、います。本市といたしましては、まずこのガイドラインをですね、遵守していただきまして、地域住民のですね、同意を取るということが、大変重要なことだというふうに、考えております。9月の13日にですね、大山の方での、その住民の同意に関する、意見集約も行われるというふうに伺っておりますので、そうした動向もですね、十分見ていきたいというふうに考えております。本日は、まずそのことをよろしくお願いいたします。私たちも、自然再生エネルギーの利用というのは、基本的には賛成なんですけれども、すべては自然再生エネルギーだから、許されるものではないだろう、そういうふうな考えで、同じ会社の水出しとか、やらせなんかについては、いろいろ内部で打ち合わせしてたんですけども、それでもまずは、しょうがないのかな。でも、この鴨地区についてだけは、やっぱり問題だよねと、そういうふうなことになって、今回の提案になったということも、ご承知をいただきたい。やばせ、やびきです。あ、やびきですね。よろしくお願いします。はい、改めまして、反対今回されたわけですけども、はい、その大きな理由を教えてください。はい、先ほども市長さんにお話ししたんですが、基本的に再生エネルギーについては賛成なんですけども、ただ全ての場所で、良しとする問題ではないだろうと。で、今回の鴨地区の場合は、ご存知の通り、ラムサール条約に指定されている大山下池上池に隣接しておりますし、でそこに生息している、飛来する野鳥っていうのは210種余りあります。で、その野鳥なんか、猛禽類ですと、先ほども話したように、海岸線に直角に入る。白鳥なんかはやはり、海岸線に沿ってこう、そういうふうなこともあって、いわゆるバードストライクが心配だ、そういうことで、それが一つ、それからもう一つは、出羽三山と同じように、加茂地区も日本遺産に指定されています。でガイドラインでは具体的な地名は出羽三山しかできないんですけど、加茂地区も日本遺産になっているし、
そういう面でもやっぱり大切にすべき場所だろう。それから3つ目として、あの高立山から由来に至る低い尾根筋が今あの里山歩きとかそういうことで春になんかは素晴らしいこう野草の開花が見られまして、市民だけじゃなくて結構県内からもいろんなところからいらして散策して、そういう自然度の高い、まあ、自然度の高いというのはいわゆる外来植物なんかも入ってないという意味なんですけど、そういうところでもあるんで、そういうところをやっぱり大切にしてですね、まあ、その場所に風力発電が立つことによって、まあ、行われるという、そういうふうなことです。で、三つ目としては、やっぱりあの、結構、民家に隣接しております。で、私の方では具体的にポイントまではわからないんですけど、あの大きな括りでいくと、あのガイドラインの600メートルに近く建設される可能性もあるし、あのいわゆる健康被害にも大きな影響を及ぼす、そういうふうなことから4つの理由で、まあ、反対の要望を出させていただきました。ということです。その4つの中でこう一番引っかかっている部分はどこですか？どれになります？やっぱり一番引っかかっているのはやっぱりラムサール条約なんですね。これは自他ともに認める貴重な場所ということで、そういうことからもそこに隣接するところにですね、建設というのはちょっと問題だろうという。今回の要望なんですが、まあ、住民の声を踏まえた上での要望なのか、それとも独自におやりになったのか、どちらになりますか？一応あの、独自の取り組みです。ただあの、これから地元住民の方々と連携をしながら、あのまあ、できれば署名活動まで進めればいいなと構えています。現状、それに賛同する声はあるんですか？あの一緒にやろうという方はいらっしゃいます。感触的には住民側のご意見というのはやっぱり割れてる感じですか、それともどちらかというと反対の意見も？いや、割れてるというか、まあそんなに割れてはいないんじゃないかと思いますけどね。反対が多い。反対が多いですね。ただその反対がいろんな意味でこう結集してわーっとなるかどうかは、まあ署名活動なんかにはきちんと賛成してくれるのかなという、いわゆる中止のための署名活動には結集してくれるんじゃないかなと思ってます。はい、私から言うと、各社普通の回答を求めているというか、はい、そういったお話ですけど、あの、まあ、まだ分からないと思うんですけど、こう今日私としてコメントもありましたけど、感触としてはどんな印象を受けましたか？あの市長さんは、県が、あのラムサール条約に指定されているところは不適地だと、不適地じゃないよというふうなことを県が申しているという、そういうようなことを紹介してきました。ですから、まあ、前向きに捉えてくれてるんだなと、そういう認識をいただきました。下がりますか？